さあ両チーム選手の入場です。 J1 リーグ第31節 FC 東京が広島を迎えての一戦です。原川、ここはショートコーナー戻して、原川クロスゴール前へ、キーパー触って FC 東京です。川村運んで東、東のクロスシュートだ、ナイスキーパー野沢のセーブ、まあ、本当つながったんですけど、まあ、いい音でしたね。キーパー野沢ナイスキーパーですね。スペースディエゴ・リベラクロスボール、シュート、バングーナガンデバーです。起用してバングーナガンデ打てない、クリア。これもマイナスのボールですよね、まあ、大外一番遠いところから入ってきます。ルーズボール、中野前に振った、加藤前を向く、シュート、広島先制、加藤の先制ゴールです。よく見てましたし、まあ、このターンも体の使い方もうまかったですし、はい、この中野のボールからですよね、うまくインサイドで残しながらターンして、少し最後このタッチで左のアウトで少しずらしたんですね。原川スペースで荒井優斗、さあチャンス、荒井優斗中央へ、オウンゴール、 FC 東京追いつきました。荒木のオウンゴールです。荒井優斗壁に運んでる、やっぱり荒木からすると戻りながらの対応だったので、まあ、どうしても足は出しますし、まあ、しょうがない場面もだとは思いますけども、まあ、その一つ二つ手前でやっぱり良いプレーが東京、あとは次の1点をどちらが取るかどうか。ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ、まだ行く、ディエゴ・オリベイラ強い、エゼキエウ縦切り返し、エゼキエウから中央、加藤ヘッドブロック、惜しいですね、よく触った、加藤、中野、満田、ワンツー、満田だ、素晴らしい連携、広島勝ち越し、満田のゴール。ですよね、まあ、キーパーの位置もしっかり目線の中に入れながら、まあ、フォアもあるしニアもあるしっていう選択だったと思いますけども、よく見ながら、遠いとこ見ながら、クロスです、ディエゴ・オリベイラ、ここキープ、ディエゴ・オリベイラ、またキープ、壊した、ディエゴ・オリベイラ内に返したボール、ずれました、中川、中川のファール、イエローカードが出ました。あ、失礼、あ、一発レッド、レッドカードです。あ、そうですね、足の裏を見せてますしね。まあ、本人からすると触れる、野沢のロングボール、ここでホイッスル、試合終了、1対2。